温かいご支援を賜りました。おかげさまで私も54回目の選挙戦を無事乗り越えさせていただくことができました。遅ればせながら改めて皆様に対して心からの感謝のことをさせたいと存じます。まあ、この後はちょうど大変遅れも押し迫ってはおりますものの、今日の日本の経済状況緊急にまずは景気対策を打たなければいけない、それに先立って税制なり社会保障なりそういったさまざまな課題を抱えているというのもありまして、直ちに、もうすでに、まあ、私の場合においては正式な政権が発足する前ではありますけれども、早出回しに税制調査会は立ち上げてほしいということで昨日キックオフをとしたところであります。予算編成もなんとか1月中には補正そして同時に本予算来年度の当初予算ということもやっていかなきゃいけない、非常に時間との競争になっておりまして、そういう点で今日はそれに先立って県連主催でチームコーンという形の中で県連の皆様そして私ども国会議員が連携しながら地域に関する大事な問題をどういうふうに反映させていくかということと同時に今日はそれぞれ各団体の代表の皆様から国政に関することを含めての多分応用性も両方出てくるのかとは思いますが、今日は真摯に受け止めさせていただいてできるだけの力を尽くしてご要望に応えることができるように努力をしてまいりたいと考えております。まずは心から御礼を申し上げたいと思います。本当にお世話になります。